皆さん、こんにちは、こんばんは、れいこです。はい、えーと、今日はですね、えっと、プチプラさんから購入した、えっと、ジェルネイル用品ですね。えっと、今回買ったものは、ジェルネイル5色セットのものあの、自分の好きなものが選べる5色セットのものあとは、スカルプができるクリアージェルと、そのまあその他、もろもろですね。はい、購入しましたので、 ご紹介したいと思います。はい。まあね、いろいろね、あのー、今回は結構ね、いろいろ、6000ぐらい使いましたかね。<laughs> うーん。でもね、やっぱりジェルネイルしてて、自分でやってて、ほんとね、楽しいんですよ。あのー、なんて言うんだよ、こう、時間って、なんか、あの、まあ自分最近、 最近っていうか、本当ここ何年か思ってるんですけど、感じてるんですけど、やっぱり、あの、ま、あね、海洋生大腸炎なったことは、本当に、ね、残念な矢なんですけど、その病気になった、で、なったせいで、まあ、すごい落ち込んで、で、まあ、ね、ちょっとね、あの、ね、あの、もう生きていたくないって、 もうどん底に落ちて、たあ、たりからだんだんちょっと必死にこう張り上がって行って、それでなんかこう、やっていったらなんかこう、時間の大切さなんか、一分一分の、まあ、うん、大げさなのかな一分一分の大切、時間の大切か一分一時間、二時間を、 大切さ。それをどういうふうに有意義に使うかっていうのを考えるようになったんですね。それで、あの、まあ、ま、UV レジンだったりとか、まあ、ジェルネージを踏んでやったりとか、し始めて、なんかこう、午後はね、午前中はちょっとね、あの、痛み止めが起きちようで、ほとんど寝てることが多いんですけども、午後は、ま、なるべく起きて、自分の好きなことをやろうって思うようになって、 そしたらなんかこう、ま、あちょうどね、痛、痛い、すごく、痛、痛くって、何もできない時と、ま、あ今年はちょっとなんかを、調子みたいで、ま、あおかげでちょっと、くじのか、効いてるのか、あの、痛みがないんですね。なので、このね、調子時間、私にとって、痛み、痛い時はもうとても、こうやって、 起きて動画を撮れないほど、もう寝てるしかしょうがない。やることが何もできない。っていうほどの痛い時と、今痛くなくて、ま薬が効いてて、おかげさんまで今年はなんか、あのー、痛かっ、痛くないのがちょっと続いてるので、この痛くない時間を、より維持に使いたいんですよね。まあ私にとっては、あのー、 本当にその、痛い時と痛くない時の、あの、時が、差が大きいので、その痛くない時にどうやって時間を使おうか、でも考え始めました。はい。それでね、まあ、エレキンをやったり、ジェルネイルをやったりしてるんですけど、まあ、今回はそんなね、私にとって、まあ、大切な時間をとともに過ごせる、 ジェルネイルのね、商品をご紹介していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、今回は、まず、ジェルネイルの5色選ぶ、自分で選ぶセットなんですけど、まず、えっ、ー、と、こんな感じで、5色買いました。はい。で、えっ、ー、と、こちらからいきます。こちらは、えっ、ー、と、ナンバー15番。これね、蓋がすごいおしゃれなんですよ。 あの、なんだたし、聖座のマークなんですよ。この何のマークだったかわかんないんですけど。そんな聖座のマークで、とてもおしゃれな、あの、ケースになっているんですけど。こちら、こちらがですね、ここはですね。カフェラテの、えっと、アートをやりたくって、今回購入しました。でも、ま、私間違えて、一足買うのを忘れてました。 映っちゃいましたね。<laughs> まあ、今度買います。使ううちに。はい。これがココアですね。そして、こちら、えー、ネープル。これネープル。ネープルがですね、意外とちょっと、思っていたのとはだいぶ変わっ、違いました。ちょっと、まあ、はイメージ、 っていうのもあるので、あのー、ほんあ、ちょっと汚れてるわ。ちょっと汚れてるわ。はい、あのー、こちらが、えっ、ー、と、ナンバー、あれ ?4? <laughs> そ,うそうそう、43番。こちらがメープルなんですけどね。これ、私からするとどう見ても、メープルというより、 オレンジって感じがするんですけど。ま、あでもこれメープルだそうです。メ、本当にメープルうん、なんか、これどうしてもオレンジっていうイメージするんだけど、まあ、いいや。まあ、これがメープルだそうです。はい。えっとね、プキプラさんはね、この蓋がね、すごく、あの、よくできてて、ああよくできてて、 周りにね、ゴムのパッチンがついてるんですよ。だから、こぼれないようになっているので、すごく、あの、ありがたいです。はい。そして、次。こちらが、55番。これは、ジェットブラックって言います。まあ、ブラックは、ジェルネイルではブラック持っているんですけど、カラーネイルとしては、えっと、確か、えっと、 レジン、あ、ジェルネイルキットかなんかにブラックが入ってたんですけど、多分、ジェットブラックっていうのは、多分本当にこう、まあ、何漆黒の黒、ああ、っていうのかは、よくわかんないんですけど、私も。まあ、ジェットブラックです。はい。まだに、ね、買ったばっかりなんでね、これから楽しみです。 はい。お通じが、えっ、ー、と、66番。あ、違う。あ、間違えた。60番ですね。はい。これがミルクです。ホワイトとは、ホワイトっぽいんですけど、あの、ホワイトじゃないんですよ。ミルクっていう、方なんです。でもなんか本当にミルク、なんかあの、まるでホイップクリームみたいな、 イメージであります。で、もう一つプチプラさんの、これは、えっ、ー、と、この、鉢口がついてるんですよ。鉢をこう、あの、筆を整える、鉢の口がついてて、他のは、ついてないものもあるんですけど、この、ジェルネイル、これはね、チアジェルっていうつ類なんですけど、チアジェルシリーズは、 この鉢口がついてるので、すごく便利です。はい。鉢口ついてるとね、ほんとね、ありがたいですよね。はい。次。これは、えっ、ー、と、カフェラテネイルしようと思ったのと、全く関係なく、私が好きで、あの、見本を見てランだムですけども、見本と全然イメージが違いました。 見本はピンクピンクして、あ、これはね、えっと、6、6番ですね。ピンクピンクしてるんですけど、これってピンクっていうより、オレンジに見えるんだけど、ピンクなのかなまあ、これからちょっと、やっていこうと思います。これはね、私が普段、簡単にさっとこう、塗って、あの、普段使いのためにこ、この、 これはね、これはね、ジューシーピンクって言います。ラメが入ったピンクですね。はい、こちらを購入しました。それと、えーと、こちらと、こちらと、あ、アクスングも置きますね。こちらが、えー、セットになってお得になってました。はい、えーと、こちらは何かというと、 えっと、これはクリアージェルって言って以前私の動画でもご紹介したと思うんですけど、あの、スカルプジェル。自分の爪の長さ出しにはすごく適したジェルです。なので、粘,粘度もすごく高いので、あのー、私はこれもセットがお得なので、幾分か安いのでセットを購入しました。2個セットになってます。 はい。そしてですね、ええー、と、ちょっと説明も見ないとわかんないけど、えっ、ー、と、こちら、ジェルリムーバーって言いまして、これはネイルを落とすときに、あのー、コットンに湿らせて、あの、爪の上に置いて、あの、なんだろ、アルミホイルとかで、こう巻いて、あの、まあ、ネイルオフ落とすときの、に使う。 の語です。ジェルリムーバーですね。これを取るときに使います。これはね、コーテットだったので、買いました。そして、こちら。えっと、クエンジャープラス。って言いまして、これは油分を取ったり、筆を整えたりする。えっと、まあ、ジェルネイルをやる前に、まず爪の周りのね、えっと、油分がついているので、 油分を拭いて、ちょっとこう乾燥させる感じかな。はい。そのために使うものです。はい。で、これをこちらに置きましょう。そして、えーと、そして、こちらもセットになってます。クイッククレンジャー。これは、日本セットを買いました。この辺は、えっ、ー、と、アルコール、 アルコール、だって、これはね、あ、エタノールの濃度が75%になっていて、これは、あのー、まあ、ジェルネイルをやるときには、こう、汚れを拭き取ったりとか、するときにも便利なんですけど、これは実は、他の使い方もあって、えっと、まあ、ジェルネイルでは、 そういう、その、汚れを拭いたりとかするための、あの、クイックチェンジャーなんですけど、実は他にも使い方が、使い方、使う方法があって、今、コロナウイルスで、まあ、どこも、ね、手の消毒は必需品ではないですか。で、これは、手の消毒にもおすすめなんですよ。あの、って、ピッラさんが言ってました。はい。あの、 普通の、あの、市販で売っている、あの、手の除菌スプレーとか、いろいろ、除菌ジェルとかいろいろありますけど、こちらは濃度が、エタノールがたくさん入っていて、あの、本当に消毒とかしてくれるので、私はこれあの、ジェルネイルに乗っかったし、これからの、あの、 手のね、消毒にも、あの、病院とかにね、持ち歩きたいので、小さいケースに入れて持っていきたいなと思ったので、こちらを購入しました。こちら2本セットになります。はい、そして、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、とー、このクレンザー、クイッククレンザーを、ゼルネイルでやるために、実は別にケースを買っていたんですけど、そのケースがどうしても壊れちゃって、そんなに長く、 買っても、まじ、まあ、間近なんですけど、ちょっと壊れちゃって、それで新しく、こちらを購入しました。前とね、ちょっと入れ物が違うんですけど、こちらのね、ピンク、可愛いので、なんかこう、宝石を持つようが、っているイメージ、イメージですかね。はい。という感じで、そして今回ね、おまけに、こちらの、ヒールをいただきました。 あの、チョうチょうちョの汁ですね。これもかわいいです。あの、赤と黒のチョうチですかね。うん。こういうね、おまけもつけてくれるという。本当に、あの、プチプラさんも、ちょっとね、サービスが。こういうね、ちょっとしたね、ちょっとしたものが入ってるとね、嬉しく、嬉しいですよね。あの、 レジンで隠れ工房さんのところもすごいちょっとしたこう、お待ちきっていうのがあって、すごくなんかこう、あ、ちょっと特殊な気分になるなって思います。はい、本日のご紹介は、プチプラさんから購入したジェルネイル用品になります。えーと、本日はこれでいいになります。ご視聴ありがとうございました。 グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画まで。またねー。